皆さんこんにちは、統計のお姉さん里舞です。本日はですね、ワークマンの展示会にご招待いただきました。すごくないですか？実はですね、今回ワークマンさんからご招待いただきまして、インフルエンサーとかメディア関係者だけが入れる場所にちょっと潜入取材させていただいております。そしてですね、今回ワークマンさんの新たな、チャレンジですとか、データ経営について根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。さらになんとですね、ワークマンさんの方からワークマンのデータ経営のもうプロフェッショナルの方をですね、取材をいただくことになっております。ということで岡村さん、よろしくお願いします。ワークマンでデータ分析を担当しています、岡村と申します。主にワークマン女子の品揃えであったり、生産計画を立てることを業務と、させていただいてます。この度はですね、2023年秋冬の、製品発表会というところで、シェアシェアシェアというアパレル業界ではおそらく最大級の規模というところで、クリエイターの方の参加人数だと420名、総フォロワー数だと3000万人の規模で開催させていただいております。インフルエンサーも、なんかあの人見たことあるみたいな感じの人が結構いらっしゃいます。ワークマンさんでこう特徴的なのが、テレビ CM 打ってない、そのマス向けのマーケティング費用ではなくて、インフルエンサーとかとワークマンとこう一緒にこう商品開発だったりとか、そのマーケティングに関わってくれるアンバサダーって言われる方たちと一緒にそのマーケティングとか PR のことをやっていくっていうところがワークマンの独自性のところですので、今回はその具体的にじゃあアンバサダーとかインフルエンサーがどういう感じで PR してるのかとか、紹介してるのかっていうところも含めてちょっと見ていきたいなと思います。まずはこれ今回案件ですかって思うじゃないですか。全くお金いただいてないですこれ自主的に来てます。交通費だけちょっと負担してもらってますけども、私全泊して、今日、9時半集合で元気に来ております。それでは早速会場を回りながらですね、ワークマンの今回の取り組みと、あとデータ経営について聞いていきたいと思います。では最初のテーマはこちらです。長寿命製品のメリットということで、商品ですね、いろいろ拝見させていただいたんですけども、価格がまずめちゃくちゃ安い。体感的には他のアウトドアブランドの2分の1とか3分の1とかぐらいの価格で、めちゃめちゃ高機能な商品が並んでる感じがあったんですけれども、この低価格を実現できる理由だったりとか、多分他のアパレルメーカーさんとは全く違う戦略を取ってるんだろうなっていう感じがするんですが、そのあたりを岡村さんにお伺いできればなと思います。里舞さんのおっしゃる通り、流行に左右されないこういったレインウェアであったりワーキングウェアっていうのを切り口に大量に生産させていただいてるんですよね。店舗の納品までだと1年前から発注をかけさせてもらって、ちょうど工場の閑散期に当たる時期に発注することによって、生産コストを対象に抑えることによって、この低価格というのを実現させていただいております。実際に発注にかける数とかってどういうふうに決めてるんですか？こちらのレインウェアなんですけれども、過去に販売実績のあるアイテムとなっておりますので、ある程度販売予測が立てやすいというところで、前年の実績をベースに発注の方をかけさせていただいております。フィッシングスタイルで、バイクスタイル、こっちがスノースタイル、アスレスタイル、プロスタイルっていう形で、ちゃんとその用途に応じて。あ、そうですね。これ触ってもらえればわかるんですけど、こっちの裏地にもちょっとこだわりがあるので、ダウンのような柔らかさ、柔らかいですね。兼ね備えた機能なんかとも入れてるような。着てみてもいいですか？はい。あ、めちゃめちゃ軽いですね。着やすい。見えますポケットのシルエットもあんま見えないな。この手差しポケットのところとか、できるだけ目立たないようにシルエットメイクしないように作ってるのがイナレムプレミアム。ここにもポケットがついてたりとか、ワークマンならではの多収納。このボタンはどういう意味なんですか？物が外に出ないように。あ、そういうことか。はい、こっち側にもペットボトルだったりとか、いや、めちゃめちゃいいですね。はい、大きな収納ポケットが入ってます。さすが機能性ウェア。そうですね。実際にこう使う人の気持ちになってるというか、はい、これが、7800円、これが一番高いということで、めちゃめちゃいいですこれ。上下組になってる4900円。上下で4900円。あ、そうです、上下組で4900円です。なんで釣りのものに関してはこういった D 管
このフィッシンググリップだったりとか、あとルアーボックスつけるのにこっちに、あのパンツにも D 感があった方がいいよっていう意見があったりとかしたので、こういったのもつけたりとか、本当にそのフィッシング仕様に特化してるんです。めっちゃいいですね。こいつだけちょっと腕が長いんですよ。キャスティングした時にちょっと腕が出るから、できるだけ出ない方がいいよっていうので。このサムホール付きの、はい、これだと魚触った時にちょっと生臭さがずっと残っちゃうっていう意見があったので、まあ、こういった形でこういうネプレーン の、うんうんうん、あの生地を使って、はい、手首だけをしっかり保温できるような、はい、でこれが一番防水と防寒性の高いイギリスの中で一番高いもの、はい、でこれが中綿が 200g 入ってるので、うんうん、一番防寒性の高い製品になります。なんでバイク仕様なので、この後ろの部分でバタつき防止のアジャスターがついてるようなものがあって、はい、であとこっちサムホールついてて、手の甲まで温かいような仕様になってます。めっちゃいいですね。やっぱりお客様の声すごく取り入れてるなっていうのを思ったんですけど、はい、なんかその本当にエンドユーザーの方じゃなくてインフルエンサーの声。そうですね。だったりとかエンドユーザーさんだったり、直接なんか言ってくださるお客様ですけど、僕らも店頭に行ったりとかすると、はい、まあ、買われたお客様がいて、うん、でこういうのが欲しいです、ああいうのが欲しいですっていう意見結構聞きながら、じゃあこういう風に開発していこうかっていうのをやってはいます、ね。それでは続いてのテーマはこちらです。ワークマンのデータ経営を支える需要予測とはということで、ワークマンさんの製品平均寿命がかなり長い、まあ、大体5年ということでお聞きしているんですけれども、需要を予測するときに既存の商品であればそこまでではないかなと思うんですが、新商品を出そうと思ったときにどれぐらい売れるのかっていう予測ですよね。これどんな会社さんでも結構難しいポイントだと思うんですが、そのあたりワークマンさんどういった工夫をされていますか？やはりあの新製品の予測というところは弊社の方でもまあ課題というところで、多くてもダメですし少なくてもダメというところで、いかにまあちょうど良い生産数を作り出すかというところがポイントなのかなというふうに思っています。そこで弊社の方ではプログラミング言語の Python を用いて生産数を予測しています。で大きく2つのデータを使いまして、一つ目は弊社独自で管理しています商品のデータベースがあるんですけれども、そのデータベースの中には商品の価格であったりだとか素材、機能性、機能性は防水とか防風だったりとか中綿がどれだけ入っているかだったりのデータベースが存在します。それとは別に市場調査を兼ねた営業社員へのアンケートっていうのを実施しております。ワークマンでは全国に150名ほど営業の担当の方がいるんですけれども、その中から30名ほど選びましてアンケートを実施します。アンケートの内容なんですけれども、売れると思うかであったりだとか、自分が買ってみたいか、あとはデザイン性が良いかであったりとか、機能性が十分に備わっているかというような項目を4段階で評価してもらうと。こう一つポイントなんですけれども、大体多くのアンケートだと5段階が多いと思うんですよね。そうですね。そうするとやっぱり3につけがちというところで、どうしても曖昧なデータの結果になってしまうというところで、4項目にすることによって、まあ、良いのか悪いのかっていうのを判断していただいて、それをデータとしています。で先ほどの商品のデータベースと市場調査を兼ねた営業へのアンケート、はい、この2つのデータをもとに Python で予測していると。でそちらの Python では、自動的に最適なアルゴリズムを導き出して、それをモデルとして、予測に生かしていると。じゃあなんかこうイメージとしては、その需要予測するときに、よく需要予測の世界で非説明変数と説明変数っていう言葉があると思うんですけど、予測する値ですね、どれぐらい売れるのかっていうものがこう非説明変数になって、で説明変数のところに、そのアンケートの結果だったりとか、その商品の機能とか、どういう防風なのかとか防水なのかとかって、こういろんなものがあって、それをこう総合的に計算してこれぐらい売れそうだっていうのがその計算式で出るってことですよね。そうですね、はい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 、ちなみに大丈夫だったらお答えしてほしいんですけれども、はい、説明変数の中で一番影響度が高いのって何ですか？アンケートですね、はい、営業の方へのアンケート、欲しいと思うだとか、はい、売れると思うっていうのが店長の方への、アピールにもつながるので、店舗への導入率っていうところに非常に関係してくるっていうところで、当然営業の方が売れると判断した商品は、
当然自分が担当している店長にもこれ売れますよっていうような形で導入しやすい。でそれが販売につながるっていった流れがありますので。なるほどなるほど。なんかそのアンケート自体はそこも主観でいいってことですよね。売れると思うかっていう。そうですね。まあ、LINE でアンケートを実施してるんですけれども、はい、まあ、そこに写真であったりとかっていうのを載せて、はい、見た主観そのまま4段階で評価してもらうと。私もその需要予測だったりとかっていうお仕事はやったことあるんですけども、需要予測するときにやっぱどういう質問をすると一番予測力が高くなるのかみたいなものはやっぱりいろいろ調べるんですが、その中でもこの商品売れるかどうかってシンプルに聞くのが結構その影響度が高いというか予測力高いっていうのは私も経験則としても思ってたのでめちゃめちゃ納得だなと思いました。で、まあ、そうは言ってもですね、で需要予測で、まあ、このぐらい売れるだろうって数字が出たとしても、まあ、それがピンポイントで当たることもあれば、まあ、だいぶ外れてしまうこともあるんじゃないかなと思うんですが、そのあたり実際どうですか？まあ、残念ながら1割から2割ぐらいは外れてしまう商品が、出てるっていうのが、実情です。しかしながら、弊社の場合は来年販売できる商品が、多いというところで、来期も、継続して販売するのと同時にこの失敗を生かして来期の予測に反映していると。ちょっと名前は出せないんですけど、某大手アパレルメーカーさんとかだとワンシーズン出して売れ残ってしまったらワゴン商品になってめちゃくちゃディスカウントされてるじゃないですか。あれってそのワンシーズンしか売れないからだと思うんですけども、ワークマンさんが低価格にできているっていうのはやっぱ長く売れる、でそれがちゃんと予測が当たるから最初からその低価格にできるけど、大手アパレルさんだと売れ残りも含めて最初の価格に多分載せてるんですよね。そうですね。そうですよね。そう考えるとめちゃくちゃコスパいいですね、改めてワークマンさん。はい、続いては奇跡の一枚体験ブースにやってまいりました。こんな感じでですね、デザイン性を訴求した見せ方ということで、プロのヘアメイクさんとスタイリストさんがセットしてくださって、こんな感じにしていただきました。ということで、その様子をどうぞご覧ください。今回試着室に入ってえっと思ったんですけど、なんか上着をこう下に履いたりとか、そうこれをこういう風な使い方するのっていうところが結構あったんですが、今回このコーディネートのこう簡単なご説明というかいただいてもいいですか？この黒の一見スカートに見えるかもしれないんですけれども、実はロングコートになっておりまして、冬用の、まあ、ベンチコートみたいな着丈の長い中綿がふんだんに使われているようなコートをスカートとして着用していただいております。袖の部分はこんな感じで結んでます。でこちら首元のスカーフにこちらも見えると思うんですけれども、実はコンプレッションインナーで作業される方が冬場にインナーとして着用されるようなアイテムを首元に巻いてもらっているというような形です。はい。で今回ですね、体験させていただきまして、いろんなインフルエンサーさんの方がこうメイクしてもらったりとかスタイリングしてもらったりとかしてるのを見て、もうみんなめちゃめちゃ笑顔でやってるところがすごく印象的で、そのプロのヘアメイクさんとかスタイリストさんにやってもらうと、なんかこう一目見た感じでこうイケてるなっていうのがすごくわかるので、プロの力ってすごいなと思いました。貴重な体験でした。
はい、ということで本日はワークマンの展示会に参加させていただきました。後編も公開しますのでお楽しみに。ということでこのチャンネルでは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは来週もお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日いかがでしたか？意外だったっていうか、なんかこう予想を超えてきたのが、そのいろんなこうブースがあったじゃないですか。なんかカジュアルブースとかレディースブーツ、アウトドアとか、でそれぞれにこう説明してくれる人がそこの場にいたんですけど、でその人が商品の説明だけじゃなくって、そのマーケティングとか商品開発の話から説明してくれたところが、あ、すごいなって思いました。なんかね、お客様の声、こういうお客様の声取り入れて、結果この服のここの袖の部分はこういう風になったんだよとか、なんかそういったところの説明をみんなそれぞれができるっていうところがすごかったですね。心残りなのが過酷道。過酷道で災害のなんか重装備みたいな格好をして、暗闇の中をなんかトンネルの中くぐって、最後水の中をこうジャブジャブ歩くっていう、これです、これです。脱出サバイバルですね。で、ワークマンの製品着て、そこに行って、実際になんかその防水性の感じだったりとか、試すっていうところがあったんですけど、ここ行きたかったんですけど、行けなくて、1時間待ちだったので、ここだけがちょっと心残りでした。